どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ジ・ディライトフルトロールマジック、楽しい魔法のトロールコースということですかね。で、説明文にお化け屋敷に迷い込んだマリオは数々の魔法を見ることとなる。果たしてマリオはこのお化け屋敷から抜け出すことができるのか、グリッチフリーって書いてるんですよ。まあこの制作者さん、たこ焼きに転生さんはいつもバグトロールコースを作ってる方なんですけど、今回はバグなしトロールコースみたいですね。いや大丈夫かな、いつもバグに頼ってトロールコース作ってんじゃない。だからこのバグなしトロール、クオリティ大丈夫。その制作者に喧嘩売るみたいなことやめろ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.85%。 そういや昨日寝る前にふと思ったんだけど、みんなくすぐったい時なんて言う？僕が住んでる地域ってね、コチョベーって言う。通じるかな。いややめろって、コチョベーって。絶対わかんない人たくさんいると思うんだけど、じゃあこのクリバー踏んでいいのかい。開幕派だ。今のトークは寝る前にふと思い出してちゃんとスマホにメモってきましたね。えらいでしょ、今日ちゃんと喋ろうかねみたいな。キノコ様。まあここで裏話をするとですね、コースに入った時にマリオがピョンって跳ねてる画面があるでしょ、あそこで何を喋ろうかなって大体スマホにメモってます。これでも努力してるんだよ。まあその努力いるかわかりませんけどね。さあカロンギャル、あのカロンのコーラ蹴っていいのかい。やっちまった。やば、なんか急に恥ずかしくなってきた。次何か喋ってもあ、メモってきたんだなって思われそう。まあ別にそれでもいいんですよ。でこの靴普通に履けるわけがない。何かしてくるのは分かってんだ。何もしてくるなよ。ダダ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 ダえ、どこにいるんだろう、この砲台の中みたいな。あれ、どんだけどんだけ。わざわざ罠の確認なんてしなくてもいい、さっさと進むんだ。で、私今気づきましたよ、このコースピンクコインコースということがな。さあいくつ行き道があると思ったけど、あれ今中間取ったよな、これピンクコインコースじゃないので。今靴履いてるけど、靴履いてなかったらこっち側来れないよな。次は下行きますとかそんなんなんでねえな。じゃあこの USA を取る必要があるみたいで、普通に取らせてくれとか。USA 待てか。いやさっきはさ、靴履いてたから先に進めたんだけど、このチビ状態でどうするんだっていう話だよな。50コイン取ってみようか。やっぱ下に行くしかないと思うんだよな。僕から、リンクバレすぎだぜ。面白い罠を仕掛けてきてくれるじゃねえか。バネのシーソーなんて絶対笑っちゃうって。じゃあ叩いた瞬間すぐ上、これで大丈夫と思ったけど、今度は右に来てくれるんだな。で雲を抜いてメットを投げてオンオフをする。それ以外ないと思いますね。どうすりゃいいだろこれは。だ、倒せるけん。僕も倒されるんかい。 USA を取って左に行ってみようか。何もならぬ、雲を抜いてもならぬ、なら右に行くしかないと。それでオンオフは変えてくれる。やべえ、チビになってしまったけどいい。どうせリンクにならなくちゃいけない。そして右の隙間、絶対なんか落ちてくるよ。分かってんだ、魚とか来るパターンだ、大体警戒するからだ。なんもないのか。なんでこう警戒してる時に限って何も来ないんだろうな。じゃあ P スイッチを押さなきゃいけない。下に行くしかないな。こっちに行けばハテナブロックが一つ、ワンナップか。じゃあこのボム片を押してすぐ上ってみようか。これだ、ビャー。すいません、ネクションが出てしまいました。まあこれまでの罠の傾向からすると、この制作者さんの癖が分かりました。マリーを閉じ込める系の罠が好きみたいですね。だから閉じ込める系の、これちょっと難しくないか、ジャンプ。よーし、だから次もね、閉じ込められる系の罠が来ると思うんです。それを警戒していこうじゃないか。鍵は右のあいつを取るとか。普通にこれ指で取っちゃっていい？大丈夫？またなんか閉じ込めるんじゃないの？ほら来たー。余裕なんだよそんくらい。こいつ避けれるか。また始まったじゃねえか。あいつ避けていかなくちゃいけなかったかな。リンクいる。頼む、スネブロ助けて、スネブロ
動いてんですネブロ。いや戻ればいいのかな、これで大丈夫。あーもうねえじゃん。ここは右にいること自体が間違ってたんだ。鍵を取ってすぐ左に逃げれば大丈夫。そうだろ。そしてドアに入ればいいんだけど入れる？よし、ギリギリだね。ドッツが前におったら入れなかったと思うんだけど。じゃあこれでブロックを壊します。その動きはもう分かってんだよスネブロ。叩く、何もないのか。じゃあ蹴っていいんじゃない、これ。蹴ってすぐ上、こっち入って、早く早く早く、よっほっほっほっ。チェックポイントに、え、めちゃめちゃ早っ。なんだよそれ。チェックポイント2じゃないの、めちゃめちゃ期待したじゃんか。あれ、死に探求みたいな音楽がする。大丈夫、これ下に行っても何もない。じゃあもう一回このドアに戻れっていう感じなんじゃない。チェックポイントゼロってことは、あれ消したってことは最初からやり直せみたいな。なんだここリフトが来てくれんのか、ビビらせやがって。で来た道戻ってきたみたいです。バソ、いやうまいねこれ。上から来たと思い込んでた、下から来てたのか。チェックポイント2に目が行くようにしてんだろうな。ちゅうことはここでチェックポイント2あったな。上はハテナが一つだけ。うわ叩きたくねえけど叩いてみようか。まあなんとか消しておこうか。でこれはバウ発動できる、バウ発動できる、これ絶対取れるよな、何があっても取れるよな。よっしゃっしゃっしゃっ。これはねなかなか早いんじゃない、短いコースかもしんない。なんでそっち行ってんだ。すいません、お金に目がくらんでしまいました。というのは冗談で、50コインの方が正解っていうこともあるじゃん。なんだこのクッパクラウンは。乗れはしない、当たり前だ。じゃあ上に行こうか。 P スイッチが出てきましたけど、また邪魔せんのか P スイッチ。頼む、チビリさせて、どうにかチビリさせてくれ。無機物様。隠しブロックの中の P スイッチは叩かなくちゃいけないのかな。一旦それでやってってみようか。叩かないでいいと思います、こんな小賢しいマネはトロールコースに必要ない。だがしかし僕は絶対に叩いてみせるさ。来た来たな。殺される、このコースに殺されるよみんな。このコースはねバグがないとか言ってましたけど。たこ焼きや、お前の頭がバグってんじゃないのか。でこれは鍵棒を持ってこいっていうことでしたね。さあ鍵棒を持っていこうか。で、あのなーに、お前壊すなってめった。しかもここも何かあるしよ。あれ、これはどうすればいいんですかね。あのハテナブロックの中にやっぱないよな、さっきコインだったもんな。あれやられないんだけど。ちょっと待ってくれって、誰か僕をやってくれよ、頼む。え、誰もいないの。ガマ発見しました。絶対に許さんからだ、たこ焼き。君はたこ焼きに転生してソースをかけられて幸せにその人生終わるかもしんないけどな、こっちは罠にかけられて不幸せなんだよ。おりゃ。なんかね、幼稚になってきてるような気がする。もうどんどんね、実況をやっていくたびにちょっとレベルが下がってきてるような気がするんですよね。さあここのハテナブロッカー叩いてみようか。コインか、まあコインコインはやめておこう。なんかやるガンガンする、大丈夫か。僕がたこ焼きになっちゃう。は？なかなかやるじゃないの。だが僕をいくらスタートから戻したってね、なかなかくじけはしないさ、この心。絶対にゴールしてみせるさ。ゴールした暁には君の名前はたこ焼キングに改名だ。だがしかし僕が負ければたこ焼キングに改名だ。もうお前は黙ってろ。さあここは抜いてすぐ左に行けばよかった。で大ジャンプ C のこれどっから投げようか。上は上なんか行けそうだよな、持っていく。ちょ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 、待てって、あれ、また誰も来ないパターンですか。頼むって、さっきのは冗談だって、もうきついんだってスタートからやるよ。誰が助けた。ここまで来たらわざとでしょ、わざとガマがあるように作ってるんでしょ。もう暴れんなって、お前もうさっき落ちたところなんだって。大丈夫。暴れんなって、ちょっとちょっ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 。もうやめようかな。
な。もう進むのが怖えって。またミスしたら最初からやり直しなんじゃねえかなみたいな、そんな危険なコースですよ。じゃあ上に持っていくしかないよな。あ、持っていかなくちゃいけないのかもしんないね。じゃあボムヘイちゃん壊してくれて、あ、やっぱりね、ここでハナちゃんを倒します。で、これどうしようか。下には置けないから上に投げておこうかな。上に投げておいて、お前戻ってくるんかい。めっちゃもう面倒ね、いなくしたらいいんじゃない。この辺で投げたら、あ、やっぱりいなくなるよな。で、カキボは持っていくのかい。持っていけそうにはない。で、さっきからハローハローうるさいのよ。これレミだったっけ、イギだったっけ、わかんないけど、この音符を踏むたびにね、ハローハローだよさ。ハローどうもこんにちは。これで十分か。で、これはこのクッパクラウンに乗っていけっていうことですね。乗れるのこれ。乗れるじゃねえか。どうすりゃいいんだよこれ。え、じゃあ左上ジャンプしてみる。なになに、ヒントみたいな。あ、パンがあるで。このパンはどうかしろみたいな。なぜそうなるの。であれば先に左に落ちるのか。そしてパンブロックを持ってドッスンを倒したらこのクッパクラウンに乗れますみたいな。あ、やっぱそうだよな。で、隠しブロックとかあるんだよ。頼む。もう普通に離してくれればいいんだ。よっほっほっほ。ピンクコイン今何枚目。4枚目か。結構集まってんな。で、この砲台上がってくると思います。上がってこないのね。じゃあ普通にジャンプしよう。いや、これはやばい。ナイス。ダメじゃねえか。ちょっと残酷すぎないか、このコース。このコースが終わるまでゴールデンウィークに入らせていただきますよ、僕。3週間ぐらいのね。もう怖い。これ以上進むのが本当に怖い、このコース。で、どれ、オフ変わんないの。これでジャンプしても変わりはしない。こっちダメって書いてるじゃん。ダメって書いてる方に行かすなよ。ヒントじゃねえんだよ。ここ抜けば何があったの。フラワーが出てきたってか。そしてこれもどうやってやられればいいんだよ。大返り成功。もうね、さっきも言ったと思うんですけど、絶対にわざとだと思います。こんなにクオリティの高いトロールコースを作ってくれる人ががばりまくりなわけがない。じゃあなんでそうなってるのかと、わざとだと思います。単なるいじめです。悪魔です。残酷です。よっ。あぶねえ、絶対引っかかったと思っちゃった。今さあ土管に入っていきますよと。もう噛んだのは無視でいきしょ。これは左か。よっ。うまい。うますぎる。これ上でいいのかな。隠しブロックとかないかな。この線怪しくない。だから一旦大ジャンプしていこうぜ。あー、なんで心配すんだよ。どっちもか。そっちにあんのだ。今度はミスらんようにジャンプしていこうか。下は怪しすぎるもんな。いや、絶対こっちが正解だと思うよ。いや、怪しい怪しい。下は絶対罠だと思うね。何これ。何これ、こっち正解なの本当に。なんか嫌な予感がする。こっちは隠しブロックとかないで。じゃあこれ下にくぐっていけってか。これめんどくさくないか。え、合ってる本当に。いや、おかしいおかしい。こんな絶対違うと思う。これ右行ったら何があんの。ほら、なんもねえじゃねえか。じゃあどうやって戻ればいいんだよ。もう一回これ戻れる。一番右なんかある。なんだここ。わざとでしょ。もういいんだよ、白状しても。そうやって実況者を困らせるのが好きなんでしょきっと。あ、なんか鍵あったね。鍵っていうかピンコインあったね。じゃあこいつを抜きの、倒す。そしてこのリフトを乗っていいのかな。上に行くか右に行くか、素直に右に行ってくれよ。よーし。で、このキッコッコッチャトリーノで、ブロックを壊す。デカキノコをトリーノ、ブロックを壊す。どっちだ、壊していいのか。僕は何もしないで右に行くよ。いや待て、右に、いや、いいかいいか、行ってみよう。もう壊してしまったけど行ってみようか。こっちピンポンって言われたけど何があるの。何もないんじゃないの。でしょうぜ。で、皆さん、さっきピンクコインが全て集まったっていうことは、この中間ポイント2から罠が変わってる可能性がある。絶対にそうだと思いますね。さあ何が変わってる。この辺は、まあ、隠しブロックの位置とかはさすがに変わってないと思うんだよな。いや、この辺マジキッズ。ミスったらさ、また最初からやり直しなんじゃない。さっきと同じ風に何か変わってるぜ。え、なんでこのアウトゲメント出てきたの。今度は右に行けるようになってるとか。これでゴールは、ゴールは。待てって、知らしやがって。じゃあこのツタン捕まります。そしてこっから。引っかからねえよ、そんくらい。いつも言ってるでしょ、見えないところからの罠はやめなさいって。わかんないでしょ。いや、聞いてるの。で、ユータ聞いてるの。
てな感じでよく怒られてましたね、昔はばあちゃんに。今思えばもっと親孝行しておけばよかったなって思いますよ。まだピンピンしてんだよいかにもなくなったみたいな感じで言うな。ていうかこれチビ状態でよかった。いや、このコースね、めちゃめちゃ鬼畜でしたけど、本当に楽しい罠ばかりでしたね。まあ動画の最中はめちゃくちゃ言ってましたけど、この制作者さん本当に僕のお気に入りの方なんですよ。いつも楽しいトロールコースを作ってくれるから、ぜひおすすめの方ですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ 100% クリア不可能。説明文に隠しブロックは置いていません。ガチ裏技です。どうしてそうなったかは知りませんって書いてるんだけど、サムネを見る感じドッスンが1列全てに並んでるんですよ。で、右のゴールが近いと思いきやブロックで塞がれてて、ドッスンの上からしかゴールできないようになってるんだよね。さあ、これをどうやってクリアしていくかっていう話なんだけど、説明文にガチ裏技ですって書いてるじゃん。だから何かしらのからくりがあるんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.54%。 これさ、初代のスキンとかだったらドッスンとドッスンの間に入ることはできるんだけど、 3D だったらそれができないのよ。じゃあどうすんだって話だよな。さあ、始まった親父三兄弟。やっぱりこれ全部下に落ちてくんの。おちょどどどどうすりゃいいんだよ。ならめちゃめちゃ早く右に行って壁キックしようか。そしてドッスンの上に行きたかったの。ちょっと普通に走ってっていいかな。そして壁キックをしてみる。うわ、全然間に合わんわ。ということはですよ、ドッスンを一体ずつ動かすみたいな、そんな感じかな。無理ですけど。え、マジでどうしよう。左は？お前持ちてくるか。まず最初ジャンプしてみようか。そして一体ずつジャン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 だ。もうこれですね、全然喋れない。もう喋ろうとしたらさ、ドッスンが急に襲ってくるから、もう全然話がつなげれないんだよね。いい加減にせっか。もうドッスンは無視だ。普通に話をしよう。これね、裏技が必要って書いてたから、こんな生き方じゃないと思うんだよね。何かしらの生き方があると思う。裏技だったらこの壁にめり込め。壁にめり込む作戦はやめだ。体を細くしてドッスンの間に入る。今見た、鼻だけ出たんだよね。ああ、何やってんだろう。ならしゃがんでおいてドッスンの間に入るみたいな。はっ、え、いけるいける。はいはいはい、攻略を見つけたぞ。ということはですよ、ここでドッスンに挟まれるのが難しいのよ。まあ何とかやってれば勝手に挟まってくれる時が来るでしょう。来た、こっから右のドッスン落としてこうよ。やったいや、これは初めて見た方結構いるんじゃないかな。僕もね、長いことやってるけど、 3D スキンでドッスンに挟まってやられないっていうのは初めて見たね。いや、一発マリオもまだまだ奥が深いんだなと思いましたよ。そして見てください、皆さん、最速を通ってやりましたよ。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。